兄ちゃんの何？お兄ちゃんの好きなのどれかなと思って今見てた。これ何？全部好きだよ。全部好きなんでしょ。ああ。そうでしょ。多分。ねえ、大したんじゃなくて。自分で買っちゃうのかな。うん。ちゃんと出してあげてください。棚の端っこから端っこまで。うん。買ってきたよ。みんなこれマグロのだ。マグロとかカレーとか。マグロ無理して買っちゃうんだ。はい。マグロ。高いなと思いながら買いました。これにするのかな。なんでこんな高いのかな。マグロだよ、板さん。回転寿司で食った方がいい。いや、思ったさ。回転寿司でね、これ食べた方が安いなって思っちゃったよ。思ったね。うん。2000円食ったら腹いっぱいだろうな。うん。高いわ。高いだって聞いてたの。でもこれだけ食ったらすごいけどな、うん、これだけ食うってやばい。美味しそうだよ。食えるかな、どのぐらい食えるかな。うん。でここで切らなきゃいけないでしょ。うん。チャッチャダンチャララチャン。いやいや、包丁が切れなくはしてんだよ。いやだよ、ね、素晴らしい。これ何よこれ。わかんない。タイ、ヒラメ、ソイ。全然違った。ソイだ。ソイ骨ついてねえか。わかりますよ。あ、ついてるこれ。え、ついてんの。だからいつも俺ここ切ってるよ。うん、切ってる。これ骨つくんだ。刺身用のやつ買ったけどついてるんだね。そこまでしねえさ、スーパーだべ。まあ確かに。どこだか、どこのどこどこどこっては言えねえけどよ。うん、こうやってやったら骨ついてんだよ。うん、ちゃんと骨取らないと、うん、寿司で骨ついてるとガッチリついてるな。で、これ意味が、うん、いつもの形。うん、これぐらいで。うん、あ、来た。こうやって言ったんだ。ちょっと熱いかな。うん、まあいいか。とりあえずさ、うん、割れてるところ握りづらいけども、もう上手に握らないとな。うん、こうやって。出た、その切り方。うんうん、こうな。立てるやつね、最後の。適当でいいからよ。このまま行くんだろ。なんすか適当でいいって。僕が食うから適当でいいみたいな感じで言わないでもらって。この骨のとこ置いておいておいてと。うん、あんまり厚く切ってもうまくねえしな。うん、なんかバカみたいに厚く切るのあるじゃん。ありますね。あんま食えねえから。あんなもん嘘だからな。バカみたいにお前。嘘なんだ。程度っちゅうのあるや。まあまあ確かに。つけりゃいいってことはねえな。これはこれで置いとけ。はい。そして神戸。みんなこれね、これも白身か、これあれか。それ赤カレー。赤カレーなんてね。寿司にする人いるのかい。わかんない。でも適当に買ってきた。うわぁ、血が入ってる、これ。それ赤カレーだから。うち赤カレー、気持ち悪いね、でも。ここのとこだけ赤いからって言っても、ここだけ作ったら。まあまあ確かに。投げないでください。うん、お金食えてるほら、これ割れてるわ。それ大丈夫だよ。割れてるから、こういう風にしたら割れないんだよな。ああ、なるほどね。握りやすいのさ。人を下ろした魚って使いづらいな。やっぱ自分で下ろさないと。あ、骨ついてるしよ。そこね、骨ついてる。触ってみる、こうやってやったらついてるから。ここ？あ、ほんとだ、いた。な？ほんとだ、ついてる。そのまま作ったら大変だろ。大変だわ。まあまあ骨ちゃんついてた。しっかりついてるでしょ。うん、生のやつ喉に引っかかったら大変だから。うん、へえ、刺身用でもよ。そうだよ、ついてるんだね。これどけてくんないと、はい、おいましくん。これついてるやつで骨。えっ、骨ついてる。あ、そうか、それお前一回してる。見てるからね、見てるからね。そういうのマグロ、マグロ、マグロだってこうやってな、こうやって測って切るんだよ、本当はな。へ、こうやって柵取りって、うんうんうん、これなら半端なんだよ。こう握りやすくなって、こうやってこう真ん中のなら長すぎるや、うんうんうん、長すぎるだろ。で、斜めに切っていくのもな、これな、ダメなんだろうな、これな。目を逆らうことになるんだよ。あ、目があるんだ。いたずらっぽい目が。こういう風にして切った方が、うん、ああ、そういう風にね。そうそうそう。こうやって。ほら、こうやってな。うん。マグロ。おお。これぐらいの厚さだな。うん。これは回転寿司用。
運動ね。ああ。ちょっと厚さが違う、ね。うん。そうそう。こっちだからこっちは回転寿司だ。してるでしょ。うん。な。うん。でこれはもう一回もったいないから。うん。これは黄身を。食べるよ。でこれちゃんと長さ測ってな。うん。こうやってやらないとダメ。ああなるほどね。これいいな。これはもう鉄火巻きだな。ああ鉄火巻きね。あいやそういう風にね。うん漏れたやつとかが鉄火巻きになったりするんだ。そうそうそう。なるほど、ね。切ったらわかんねえじゃん。うん。確かに。うまそうでしょ。うまそう。わうまそう。うん。な。ほら。でこういうとこ中途半端もこっちも中割ってやればさ。うん。無駄なく。無駄なくね。こういうところにこれはこれで綺麗に寿司にいってもらう。うん。うわうまそう。すごい。まだまだあるね。この前そうやっぱり作ってあれしてみたらそれ安いさ、うん、みんなで食べるんだろうな。まあね、うん、お母さんもラスターどん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 次のラスター洗っといてよ。ん洗いってうんどうだうんいいねいいしょこれ女の子もみんな喜ぶよなドナルドさんってな。うんサーモン、うんサーモンはやっぱ美味しいよね。安いし、うん、癖ないしな。うわあすごい。うん、美味しそうだ。うん、食べたい。え？もう結構量あるね。あるこれだけめもだってこんなの5つも食ったらめどんぶりいっぱいあるんだよ。確かに確かに。5個ぐらい食べたらよ。うん。これちょっと形悪いやつだな。私はやめた形悪くてもうまくできるから、はい、え、はい、そしてね、トロかいこれ大トロだよカタカナで大トロって書いてる、うん、大トロ大トロ買ってきたよ、ちょっと筋張ってっけどえ大トロ買ってきたよ完璧だねほら、いいでしょもったいないねほら、完璧でしょ完璧の母が、うん、どうやって来てるかな魚ってこのこれの目を魚って切んなきゃよわかるべ、うん、この間切ったら変だべよああ確かに魚って切んなきゃいいんだよなるほどねこうやってな、うん、ほらこうやって魚って切んなきゃほらおこういうふうに切れば完璧でしょお前、うん、筋が硬いなこれなほらああ本当だ分かれちゃってる、うんでもこれ筋と筋の間切れねえじゃん切ったら変だから、はい、これはこれでいいとしてよはいいいでしょう下からお前10枚しか取らなかったら1枚150円だぞお前確かに取れねえわ何枚取れたのんこれはこれは切ってこうくっつけて握ってみなうん職人だからな職人よこうだなすごいこれはこうだな、うん、完璧だね完璧だまだまだあるよあと3つもある3つかいやそんな顔してこれ忙しいとこ行ったらお前ものすごい急いで切るんだと思ういや確かにねそうだよね急いで切った今お前ハマチなんかちょっと嫌そうなんかななんか切りづらいな俺が線が低いからだなあ、そういうことなんかちょっと色違うねそうだよ、1日半日で変わるんだ、うん、やっぱりね、今までにブリとかハマチとか食べてきたけど、板さんのところでそう、これ色変わってくるわ、とんないんだけどあそれでもほら奥深く色変わっちゃってる。じゃあ猫だね。色違うね。下手なやつがおるとこで見割れするんだほら。ああ。乱暴に扱ってっからや。うん。なほら。ほら。本当だ。静かに扱わないとな。どうしてもな。やっぱバーンで。下でね。見割れしちゃうからダメさ。下手なやつがやるとな。そんなの騙されて買ってきてんだなああ素人目分かんないからね
これ何よ、ヒラメ。縁側ついてんじゃねえ、一丁前に。せやで、ほら、一丁前に、ほら、一丁前に、はい、一人前分、一人前分、やった、俺が食う。ヒラメかい。買い物行った時混んでた？いや混んでなかった。混んでね。うん。混んでなかったよ。やっぱりコロナだからでいいか。うん。もう一枚。これはどうでお前が来んならいいな。なんでだよ。なんでだよ。丁寧に扱ってよ。これは何？これは。それわかんない。タイ。まだ。タイです。タイじゃないんですよ。タイだと思うよ。うん。タイでしょ。北海道で取れねえから熊本から来てんだよ、うん、だいたい熊本かね、鹿児島だってキリしたのかいや、あの書いてあるパッケージに骨がカリッてたな骨がカリッて言ったのここに骨が入ってたうん、まあ、美味しそうなのいっぱい出てきた見てるうちに食べたくなっちゃったなおかみさん、おかみさんも食べれるよはい食べたい食べたいの食べたい大好きなんだもん私よかったねうんこんな立派なの買ってきてくれて最高だとりあえずイタさんも上手だしタイタイ半端なのこれお兄ちゃん持って帰んなきゃダメだよご飯買えないよご飯今誰が来るねえ全部も置いてたらダメだ持ってきなちゃい板さんの手素敵ですねありがとうだいぶジジイになりましたあー骨ついてるでも上手ですよ骨ついてるあー骨ついてる私少しヘンチクリにね板さん切っても食べますから、はい、ちょうだいねよし終わったもうあとはあとはあとはないんじゃない全部終わったよまだあるべや何あるのホッキホッキかしらほらあら動いてるこれがねバッと固まった瞬間に握ってるのもいいんだよだってこれだってさこうやって切るだろ、うん、こうやって切ったら2つしか3つが取れねえんだよ確かに1つ100円だこれ握りやすくこうやって薄くこうやってやってさそうだそうだそれ食べた方がいいわお兄ちゃんがでここのとここうやってやってさねえへえなあ今度こうやってやってさすごいないや難しいなこれ初めてだよこんなにいっぱい見たのな、うん、ほらこうやってやるんだよ真ん中のところもうちょっときちっとなこうだよ。ねえ。大変だね、これ全部やるの。これあのピンクにしても甘くてうまいんだ。ピンク。うん。さっと。あ、ゆゆ。霜降りな。ああ出た。お湯にね通してね。うん、たら甘みが出るんだよ。すごいな。わあまだ元気でしょ。これほら。でも最高だよ。3個しか作れねえんだぞお前。な、うん、3個だけお兄ちゃんに作ってあげなちゃいって言ってるじゃん今作ってくれてるよ今作るよ、うん、素敵素敵これの着付けさね、うん最高こんな感じだねとりあえずな、うん、よし、お皿出したのもできるよお寿司お完璧でしょ完璧だはい、座ってください、そちらに。もう、あ、そういう感じ、はい、お茶でも何でも入れて。あれは寿司の握り方教えてくんないの教えるよ。教えてやる、教えてやる。教えて、それもいいんだよ。教えてあげましょうね。で、ほら、とりあえず、これちょっと深いけどさ、こうやって。伸ばしとくさ。
ったら取りやすいべや。うん。ピッとな。うん、うん。よし、こういう感じだな。まあ、取りたらとかまな板でもいいんだ。まな板の方が取りやすいんだよ。なるほど。よっしゃ、両方な。はい。お前手洗わないだろ、ガッチリ。はい、手洗います。よし、とりあえずな。はい、まだまだ手し、濡らさんとダメだ。なんかまだダメなんだ。手がね、はい、もうずっとなんかジメ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 するぐらいになるのさ。あ、なるほどね。そうするとご飯が手につかないんだよ。なるほど。はい、どう、うん、で、貸してくれたの？熱いよ。ありがとう。来たって。どうも。食いてるものは自分で用意するっていう箇所だから。ケンゴリアンろくなの買ってこないんだもん。どれ買ってくんない？ほらほら、来たほら。わー、まだない。いいよ。ほら、すごいほら。おい、僕のものやって。よかった。高いもの。高い。にほら、これすごいよ。ほら、買ってきた、ほら、粒。あ、粒。すごくいいところに。いいところに来ましたね。いや。何でパーティーするんですか？いや、あんまりだってこれいっぱい読めたらね、あんまり読めたくねって言うんだもん。ちょうどいい時に来てくれた。なあ、厚みがあるもん、これ。見てみ。ほら、な、寿司ばってないもん。うるさい。うるさいよ。健康に食わしてる。赤身もいい赤身だもん。すごい。いや。最高だよ。いや、ほら。さすが。あ、このマグロ食いて。なあ、僕の特技を言ってよ。あ、あの寿司ばってるですか？すじばってる。ちょうどタイミング良かったね。すごい、素晴らしいね。うん、いやー、ケンゴちゃん買ってきたやつだね。あの赤ガレは完璧だよ。完璧でしょ。350円。150円。明日だった。よかった、よかった。何やってる？何やってる？やっていて。今、粒、お前。粒？粒はそうやって外すんだよ。へぇ、こっちもやるだもん。マジ茶ぼっちだね、これ。いや、これもあれだけどさ、いや、ケチつけてないからね。ダメだった。つけてるみたいだ。なんも、いや、ケンゴさ、ケンゴリア、その穴、さっき、あそこ割ったんだ。そうへぇ、知らないだろ。知らない。誰も知らないんだ、こんなの。な、うん、ほら、できた。すごい、早い。完璧さ。完璧だ。あ、もう全部外したよ。もう外しちゃった。お、すげえ。これ外し方あるんだから、ちゃんと。これちゃんと取れるんだ。貝割らなくたって。これいらないんだ。それはもう食ったら当たるから。今度こうやってやって。これが当たるんだよ。これ？これな。これあんまり食べる油。ああ、酔っ払ったような。酔っ払った。これ嫁さんと居酒屋行ってさ、そう出てきて食ってえらい酔っ払ったみたいな。これ食ったらダメ。なんで酔っ払ったのかなと思って、酒も飲んでるのに。だから食べる時自分でこれ出せばいいんだよ。うん、取ってな、箸で取ったり口で取ったりして取れるからこれな。うん、粒なんてでかいやつは1個2000円ぐらいするんだぞ。高っ。これだって高いと思うよ。これを寿司にするの難しいけどな。難しそう。すぐ寿司にするって難しそう。職人よ。うわー、来た。何でもできちゃう職人よ。できないの子供産むことだけ。な、それはちゃんとね。え、まだ作れるでしょ。それ面白い。これ塩でこれ抜いてやって。あ、結構塩かけるんだね。そう出ねえだろ。がっちり塩でよ、洗うんだよ。うん、ぬるみな、ここのな、こうやって洗ってやるんだ。 OK？ うん、バッチリだ、ほらバッチリだ。がっちり締まるから。うん、カチンカチンなっちゃったな。塩もみ、一瞬痛くなる。これまたな、しっかりなやんねえと
回だからな、手抜きしてやったんだ、して作ったのよ、しょっぱいだそれ洗わないで握ってる。おいしい。しっかりやったよね、しょっぱいんだ、うん、これこんなちっちゃくなっちゃったほら、うん、ガチガチだほら、素晴らしい、もうまな板に乗っかっちゃったよ、早いでしょ、早い、そしてまたお兄ちゃんもこっき買ってくれたもんだ、これ貝好きなんだ、これいるんだ、これいるべ、貝好きなんだね、貝好きなんだ、俺貝は嫌いだ、伊藤さん貝って赤貝なかったもんな、赤貝は北海道で取れないからどうしてもね、貝ばっかり食うんだ、あ、そうなの、知ったら高くつくの寿司だめさ、いつもね、アワビなんか食っちゃいけないよ、アワビはね、そうでもない、食べないな、粒とね、赤貝とね、ちょっとね、ホタテは、ホタテは、うん、まあ食べるけど甘いからな、このコリコリ感があんまりないでしょ、うん、腹いっぱい食べてください、そうだよ。100貫ぐらい食っていや、本当だよ。100貫ぐらいなんか作れそうな勢い。こういうの手でもできるんだ。包丁でやんなくてもな、ほら。ああ、むしろ。そう。で、今度グーってやったら手でも絞れるのさ。また見てるね。そしたらグーって中に入ってるやつは手でも絞れるんだ、ほら。うん、な、うん、そういう方法もあるわけよ。その方が早いわけよ。いっぱい数やるときは。うん、確かに。へえ、枝豆みたいになんか開いて出てくるんだね、うん、面白いじゃん、うん、そういうことさ、これならめ贅沢にやったら一貫握りだな、いっかな、桜さんの桜さん好きな人っていうのは一貫でも食べるんだよ、あおう、これでした、うん、とりあえずな、うん、これまたよいしょ、おお、とりあえずな、すごい、握る場所は少ねえな、おい、回転寿司やるからよ、回転寿司、おお、回転寿司の回転寿司、鉄がないじゃん、鉄、鉄削る、鉄って鉄、鉄で、これにはガリのつゆってあるじゃん、うん、寿司屋行ったら、うん、それを入れるのよ、へえ、これを入れればな、うん、寿司の、ね、寿司にご飯が水臭くなくなる、うんうんうん、邪魔だな、でこうやってやるわけよ、おっ、おっ、来た、来た、それを作るのよ、分かる、何がいいですか、マグロです、何がいいですか、こっちのマグロにしますなんで俺はこうやって、あ、お前のマグロがいいけど、あ、やっぱいいところ、それはお兄ちゃんのだから、え、うわー、美味しそうだ、小さめだな、小さめでないといっぱい食べれないべや、小さめでいくからよ、いっぱい作ってください、だから小さめに作るから、うん、ね、ほら、こうやって、ほら、ここのところ締めて、うん、またこう乗っけた時にこう、うん、これを入るわけよ、で、これで大丈夫できる、全然わかんない、ちょ待って、こっちから取ろう全然わからなかったよ全然わからなかった、まず、まずか、ある程度こう、こういうふうに、ただそれつけてないでしょ、つけてるからおかみさん大丈夫、はいだ、こうやってやって、で、こうな、こうやって回してもいいし、うん、こうやって、こう横にいたらこういくべ、うん、で、またこうやって、で、こう、これで出てきたから、で、これをちょんと乗っけてな、ちょっと待って、ちょっと待って、回転寿司、回転寿司、また回るよ、また回るよ、回るよ、はい、回転寿司、はい、一皿100円100円なら安いじゃん、2つじゃ足りない、100円だよ、私4つ欲しい、ああ、おかみさんの目はただだ、おかみさん食べていいよ、まだ食べないの、食べてください、回転寿司か、私はいいんです、回転寿司が欲しいもの、回転寿司面白かった、決まったね、また回転寿司も最高だよ、小さめに作らないとさ、ここ行ってくの危ないけど、握りづらいな、これ、うん、これ高すぎるのよ、ここが俺のせいじゃ、ちっちゃいのね、そう、ほっといてくれる
最初にみんなこういうやつ食わちゃう、後からこれ残しとく。おいしそうだよ、これ全部食べたいよ私も。どうだいケンゴリちゃん、うん、いいね、ちょうどいい時のお兄ちゃん来てくれた、おじちゃんね、そうそう、ちょうどいい時だよ、これみんな食わちゃう、腹いっぱいになったことに。なあ、とりあえずご飯ちっちゃくしてるからな。なるほど、握りづらいわ、あんまりちっちゃくしてるから。もうちょい、本来はもうちょい大きいの、もうちょっと気持ちな。でもこんなにいっぱいあったの食い切れねえべよ。だからもう確かに普通の握りならもうちょっと大きい方がいいね、うん、さあ、あんまりでかかったら本当のお前回転寿司だろうや、うん、確かに。やってみるかい、みんなで、もしかしたらやってみる。これちょっと薄く切らさってるな。簡単でしょ、でも。で、手にご飯がつかないようにしないとね、うん、つかないでしょ、うん、ついてない。そうそうそう、だからしばらく洗い物したり水つけてたから、はい、やります、うん、上手にしてくださいね。ちょっとちっちゃすぎです。いいんだ、ちっちゃいな。はい、お待ち。おー、なんか回転寿司らしいじゃん、ね、回転寿司っぽい。もっといっぱい作ってください。うん、作るよ、いっぱい作るよ。あと何ですか。今ホッキ作ってみるからね。お兄ちゃんホッキ好きだったから、うん、お兄ちゃんにあげてくださいよ、お腹がついたんだから、うん、こうやってこういうふうにかけた。あ、うん、パンってやる理由は何。いや別にないけど。あんまりうるさくやるやついるのは分かるんだな。そしたらお客さんがうるせえって目の前でパンパン鳴らすな。って言われたやつみんなだね。つばが入ったら困るから喋るな。はい、すいません、マスクします。な、美味しそう、美味しそう。わあ、すげー、どんどん出来上がるね。今日は最高だね、こんなにいっぱいお兄ちゃん持ってきてくれて。やっぱりマグロとかの頑張っていっぱい作ってね、うん、頑張っていっぱい作るよ。よかったよかった。まず食べてみればいいじゃん。まず食べてみるか。醤油かなんか入れるの？いらないの？醤油用意してないだろうな。用意した方がいいの？うん、あ、そっかそっか。木醤油しかないけどな。はい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 。本当は寿司の寿司醤油ってあるんだけど、うん、かこだわなくても大丈夫だよ。念願のお前、寿司の日が。寿司の日。伊田さん頑張ってるね。うん、たまにね。上手上手。たまに寿司作る。上手上手って。上手上手。どうぞどうぞ。ああ。いただきます。映ってください。すいません。いやいや、僕より先にどうぞ。今日は常連のお客さんも一緒に。じゃあいただきます。いただきます。どうぞどうぞ。回転寿司ですよ。回転寿司くるくる。ああ、そっか。サーモンいただきます。はーい。うわ、うまっ。おいしいでしょ。うん、すごい、よかったよかった。持ってきてくれて食べれてたらもう最高だよ。あ、シャリいいわ。ちょっとやめてねえか。いや、でもそんな、あ、でも言われてみたら、ね、使ってね、握りづらいもん。やばい、わ、やばい、やばいと握りづらいんだ。いや、もう気持ちな。おかみさん食べるんだよ。お客さんにはいいのよ、そういうの。おかみさんが好きなんだ。やばいの、これお兄ちゃんの、ね、もう食べた、うん、食べたの、今食べてるから。食べた、おかみさんも食べな。おかみさんも、はい、うん、ありがとう。こんなにたくさん食べるの、うん、あとはもう自分たちで作るんだから今。じゃあ向こう持ってて食べる。自分たちで作ったら誰も食わないからな。ここで食べます。お、マグロもうまいね。最高だべ。最高だわ。それの寿司屋と違うからろ。それの寿司屋と一緒にしたら長いよって。ひろこちゃん、これ筋張ってっからよ。大トロだよ。そうけ、こっちだべ。俺が買ってきたやつに文句しか言わない。そう、これ筋張ってる。これに入れてください。筋張ってるのはなるべく選ばないでよ。そうなの、筋入ってるやつなんだ。はい、おじちゃんのは何なんでしょう。はい、あるって。ちょっとそれ食べたらこっち入れ。食べこれ食べたら僕次握り。うん、今度やってみる。お前ら背高いからさ。はい、僕行きますよ。ちょうどいいと思うよ。大トロ。え、大トロか。
お前そうやって言うな、お前テレビ見てるあれ嘘だって言われるの。ありがとう。あ、うまい。大トロより中トロの方がうまかったらどうする。いや、うまいんじゃないかな。でも食べ慣れてる赤身美味しいかも。結局食べ慣れてる赤身が美味しくて、うちの息子さ、はい、回転寿司行ってさ、はい、半氷みたいなさマグロが一番うまいって言うんだよ。あ、そう。だから味分かってないんだよ。冷たくないって美味しいの出した。でもね、こう中学校来たらさ、普通の寿司じゃなんか連れていけないって。いや、連れていけないよ。おかみさんの思い出の話聞いたことあるけどさ、子供たち連れてったらウニいくらとかウニとかってアワビとかっておかみさん横でイカばっかり食って子供わかんないからさ、頼むじゃん。いやいや、うん、したらそこでよ、ね、頼むんじゃないって大きい声で言えねえだろ。言えない。お前としたら大変だよ。昔の回転寿司なんかなかったでしょ。うん、なもん30年前なんか、お前、うん、したらね、普通の寿司屋で食うしかねえんだからよ。だいぶ腹いっぱいになったわよ。そうじゃないか。あとお前自分で作ったら残った腹いっぱいになるぞ。お前自分で作ったやつでもやるな。はい。でかくなるからお前。いやー、うまい、うまいっす。お前自信あるの？器用ですか？お前の方ならいい手してるの？どう？はい。お前なら大丈夫だ。いい手してるよ。はい、食べろ。ありがとうございます。これ中トロ？これはお前、そうだよ。これだよ。これ中トロ。これだよ。この後から俺に来るんだよ。中トロ、いただきます。もうお前はここで食べれよ。いや、食べれる。作れよ。うめえべ。要するに筋張ってないから。魚を見るときになるべく筋のないやつを買ってくる。どうしても伸びるから、うん。伸びてもいいんだけど、筋が残るんだ口の中に。こういうのを選ぶ。わあ、確かにこれ全然違うわ。違うね。あ、こっちももっとうまいよ。同じ赤身でもこっちの方がうまいと思う。よし、手洗って。うん。でも自分で食うんだから別に手洗わなくたっていいよ。よし。どうやったの？嫌なのどうやんの？えい、早く作ってくださいよ。教えてよ、どうやんの？教えて、さっき言ったでしょ。いや、わからんわ。右手で、シャリ、うん、手つけたか。これぐらい濡らして、ちょ濡らす、つけて、うん、よし、お、いいね。はい。あんまり知恵と握りづらいと思うからな。で、こうやってやって。なるほど、いいよ。これ渡してやる。とりあえず。一番握りやすいのはやっぱりな、うん。こういうやつが握りやすいからよ。で、これ。あ、これを。わさびちょっとつけてな。これを。うん。これちょっとな。このぐらい？そうだ。つけて。うん、で、上に乗っける。上に乗っける。え、なんだ、違うよ。なになになに、こっち、うん、そう、あ、こっちに乗っける。こうやって、俺見て、はい、同じ段階だろ。はい、だからこうやってポテン乗っけるわけだろ。乗っける、はい。で、こうやって乗っけるの軽くな。で、あとこうやってやって、人差し指でも中指でもいいけど、はい、慣れてる指でこうやってひっくり返すと。ひっくり返すと、うん、そう。そしてこう横やった時に親指がすぐにパッと入る。横、あ、こういう親指が入るわけよ。あ、こっちね、こういうこの親指がこう、はいはいはい。お前、こういうマムシ見たらこうやってなんないのか。何、マムシ何よ。こうやってなんなきゃダメ。どれそれできないよ、そんなの。で、今度こうやってグッと押さえて、グッと押さえて、また今度こう軽くこうやって押さえると。軽く押さえると。親指動かないじゃん、お前。え、むずい。え、うん、俺動かないそんなに。動かないよ。こうなのよ。何それ。それどうやるの。それで出来上がるだよ。これで出来上がる。ほら、もう完璧じゃん。ほら。お、完璧だ。それはね、この皿にいっぱい盛れ、作れ、自分で。あ、自分よりね。自分より。オッケー。このサービスちゃうな。これが目的だ。ほら、ほら、あとほら、今見たけど、団子吸ってみろ。もう一回手、またポンってやって。手濡らしすぎたら、ちょんとこうやってやって。ちょっと待ってよ、取りやすくしてるからな。ワイパーあるからな。折り詰めに入れて持って帰れ。自分で作ったら夜用。な、ほら、こうやってやってさ、ね。こうやってやって。こうやってやって、な、自分で食うんだから、結構軽く指でこうやってやって、はい、こうやって団子作るから、軽く団子作る、軽くね、な、軽くこうやって、団子作る。あ、指つくね。よくつかないね。ついてるだろ。なんでつかないの、痛さ。まずそこから勉強だろ。つかなくなるまで何でもかかるから。すごい。なんでそれつかないの、痛さ。職人だからよ。すごい。絶対つくんだけど、早っ。つくで。つくわ。それなんだよね。いや、すごい。だから教えてるけど、結構手ぬらさんとダメだよって。なるほどね。
で、ドナルドソン。ドナルドソン行くべ。で、こうやってやって。うん、そうそうそう。ついちゃってる。こうでしょ、ね、もうちょっとな、ここら辺の強いて言えば、この辺だな。ああ、こっちなんだ。指のここら辺なんだ。そうか。で、乗せる。乗せる。マジで、ちょっとついてる。で、俺らごめんな、お前、そのつけなくたってつかないよ、お前。手水なんかいちいちつけなくたって。つけ、つけ、つけ。つかないもんなんだ、お前。なんでだって。こうやって乗っけて、こう測ってさ、あ、ごはんちょっとシャレ、下手なんだけども、うん、つけ足しするのはあんまり良くないんだけど、うん、な、うん。で、こうやってやって、ほら。で、一回、あ、一回指か。一、うん、回指やって、こうやって、入れて、で、こうやって。こうやんの、うん、どっちでもいい、こっちからでもいいし、うん、これで、これも短いしっていうの、うん。こうやってやるのな。うわ、これより指つくわ。つかないって、ほら、水つけなくたって何巻でも握れるんだと思う。え、すげえ。な、もうでき、できた。ほら、できた。よいしょ。な、うわ、こうやってやって、ほら、つくわ。な、すげえ。ドナルドソンばっかり詳しく買わせたな。あ、こっちのドナルドソン作るか。で、ね、こっちのドナルドソン。こっちのドナルド全然違うもん、色も。全部食べましたよ。うるさいな。あ、これはそうか。え、つくんだけど、マジで。しょうがない。なんでつくの？手でつける暇ねえじゃん、これ。しょうがないな、お前邪魔だから。もう邪魔とか言わない。それでもお前、あの、あ、ちょっとつき始めてきちゃった。軽く、小腹がーんと。はい、それ。自分で勝ちやったよ。徳田さんもやるんですよ、そうだよな、徳田さん、徳田さん見て食べてるだけだけど、違う、徳田さんが仕事盗んでんだよ。ああ、そういうこと。今待ってても俺の前こういう、いや、見て学んでんだね、仕事見てんだよ。なるほどね。あ、これは期待できますね。これは期待できますね。ええ、僕のこと見て笑ってるけど、お前一回手洗え。俺手洗おう、俺もな。これお前普通に少し手濡らしすぎてもダメだよ。濡らしすぎだよ。もう濡らしすぎ？濡らしすぎはね、よくないんだ。涼しくてもうまくねえし。こんなもん？うん、こんなもんだな。お茶ある？お茶入れる？はい、はい、はい。飲んで。はい。ほら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 。やってみて、手くっつかないで。こうやってこうやってこうやってやってごらん。うん。お手玉みたいにくっつかないでしょ。うん、つかない。で、ネタは？ネタね。何でもいい。ネタ一番いやらしいのこれだ。赤がればっかりもいっくい。みんな食わないからってさ、そうやってさ、わさびだ、わさび、まな板のやつの方があの、あれだったな、やりやすいね。おかみさんもういいのか。おい、お、うまっ。お、何回もな、うまい下手でねえから慣れることだ。せや、もう慣れねえとどうもなんねえから。そう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 。おお、いいね。なにーよ、かっこいいよ、かっこいい職人よ。お、早いかもしんない、どう覚えるの。おい、覚えるの早いかもしんない。どこにあったっけ、はい、いやー、これ難しい。うまいわ、じゃあそれだよ、うんうん、いや、この手の濡れ加減が難しい。これ僕は、これひよこちゃん、うまそうじゃん、でしょ、うん、だって俺自分でやるときいつもご飯つくもん。慣れる。いや、でも三田さんが言ってた、最初に濡らして洗い物してるくんだな、うん、うん、やっぱね、違うわ。もう湿った手になってるからつかない。そう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 、水しっかり手に含ませとけばシワ寄るくらい。うん、つかないわ。うわ、これちょっと寿司教室やりたくなっちゃうね。面白いわ。誰が教えるの。板さん。じゃあ、自分が作ったの、これは板さんが握ったやつ、あ、これは新田さん、あとは多分大体俺。じゃーん、おー、すごいじゃん、なんかいいじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。これ次は作田さんがやります。よしよし、じゃあ自分が作ったのいただきます。おう、うん、おいしい。いや、自分でやったやつか。うん、美味しい。でもやっぱりわさびの効かずちょっとやっぱ違うな。うん、これ音がわからないんだけど、この角度どうやってやつか切るって。真ん中立って、こうやって、ただこうやって、こうやって、それがうまくいかない。
そのうちになんかやってるうちになれるんだけどね。でもあんまりパタパタ鳴らしたらね、お客さんがうせって言うから。あ、もうついてるこれ。嘘、足りないんだわ。足りないんだ。ここにあるやつだね。よしよし、お茶飲もう少し。あ、でも筋のままけないから。ついてない。何行く？大きい。大きい。うん。これ切ってねえんだから。一番握る、握りやすいの、こういうの握りやすいんだ。こういうのね。ありがとうございます。これ変なガン付きだな。ひらめで練習するよ。こういう白身のがね、一番握りづらいのはこの粒とかなんかに、粒のタオとかなんか握ってあげるからね。親指でやる。で、マグロほら、こういうの。あ、逆だって。何やってる？え、オッケー、オッケー。職人がその目の前でやるか今。白沢さんに。神さんが何か言ってるぞ。おいや、白沢さんの用の自分で自分用のやつも良かった。で、わさびこうギリギリだな。わさびこれがこう調整して。これでしょ？もうそれくらい大きさはまず慣れるまでこうやってやって。この辺に置くのさ、こんなところに置いたんだ。大体この辺がいいんだ。この辺がね、こうやって持って持つしょ、こうやって。で、この辺にこう持って、で、こう固めないでぐーっと塗った方がいいんだよな。こうやって。そしてポンって置く。で、今度ポンって置くと軽くこっちの親指を利用、こっちの親指を利用するわけよ。で、こうまたこう軽くに置いて指で穴開けるの、軽く。そしてこうやって返してもいいし、ね、そうそう。で、あとは横を横やった時これも生きるから。このテーマピッと押さえる。それをこうやったら箱型になるでしょ。こことここと押さえられるから。そしてもう一回軽くこうやって押してやったら、今度こっちの方ボサボサになってるから、今度こっちも押さえましょうねって感じでもう出来上がるわけ ね。だからちょうどいい合わせなのさ。それを何回も何回もまたやり直す、やり直すとシャリが硬くなって美味しくないシャリになる。美味しくない握りになるわけ。はい、よく見ていてくださいね。お一番わかりやすいネタでね、マグロで一回これでしょ。この辺持ってこうやってこうやってこうやって持ってで、ピッこうやってこうやってで、真ん中をピッとこう、わさびちょっとこれならマグロなら多めでいいかなと、こういう風にして置くとで、こうやってでしょ。で、この真ん中にポンと言って、必ずこうやってこう親指で、俺は必ず親指でこうやってやるな。で、こうやってやったらこういう風にして押してやれば、押すときにこうやってやるとほら勝手にひっくり返っていってくれるわけよ。手でやったらこうぐちゃっとなるから。で、こうやってもう一回こうやったら、こっちの方をね、こっちの方をまた箱に、自分の方が箱にすればいいんだよ。で、こうやってやると、で、こうやって出来上がると。あ、こっちか。僕の時より教え方丁寧じゃないですか。そりゃそうだよ。目の前はまだ修行、もう修行できる時間がないから。今でいい？時間がないから。面白い。お前は適当でもまだまだ時間がある。時間がないから。ちょっと面白かった。笑っていいのか分かんないけど。軽くね、ピピ。あんまりやったら、あんまり水つけても、でも手につかないからいいわ。うん。剣豪はすごいもん。俺めっちゃ手ついたわ。こうやって丸く丸めて、これぐらい大きさでいいよ、これぐらい大きさで。ね、このマグロやってみるかね。自分で食べるように。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。これよ。これよ。真ん中にポンと置くと。して。そうそうそう、軽くね。はい、ネタついてねえや。ネタつかないで練習してみるよ。あで、こうやってね、で、こうやってやったらこう、ぐらいして、こう、こう、まずこれを入れるか、横これを入れなきゃいけないか、ピッと、ピッと。で、入れて、こう、今度上のけたり、こう、箱型に、これをもう、これも親指も、ピッ、ピッとこう。で、今度こっちをこう、ひっくり返して、また、ピッとこれで出来上がるよ。わかるぞ。え、もちいい。はい、ありがとうございます。なんぼでも食えんだろ、お前。はい、なんぼでも食えますよ。もう僕はあと食うだけ。で、ここまた、ここを乗っけた瞬間、乗っけた瞬間、この左手のこの指がグッてくる。で、こういう風になったら、こっちの方ボサボサしてるから、どうしてもひっくり返す。これひっくり返すときパッと手早く見えるけど、こういう風にひっくり返す。で、こうやってグッと。で、これで出来上がりよ。これで出来上がりよ。うん。
で、これサクサクこうやって、うん、並べ方はね、こっからこう頭からこう並べる、これ、うん、こうなってか、なるほどね、え、なるほど、ザ・ワールドだよどういうことなるほど、ザ・ワールドなの、わかんない知らない、なるほど、ザ・ワールド知らないの、知らない、え、何、なるほど、ザ・ワールドって知らない、テレビ番組があったんだよ、なるほど、ザ・ワールドだよ、のぶちゃんのいやでもこれ面白い面白くてよかったね、面白い、何回もやんねえとダメだよ、だってこれの練習してるそこ重要じゃないか、いやこれが重要なんだ肉うまく平均 でカウンターのお客さんにさ、どこどこの会長かなんかにうるせえとか言われて、だから自分で何て言うんだろう、こういうような形があるじゃん、なんか物で、うん、だいつもポケットに入れて、俺ら練習したから、なるほどね、ポケットに入れて、で、さらしをこのぐらいの大きさに巻いてな、うんうん、で、さらしをポケットに入れて、真っ黒になるまでいつもこうやって持って歩いて、こうやってこうやってこうやってひっくり返す練習そしてやろうさ、なるほど、練習だ、自主練だ、そうそう、何食べますか、あ、いいですか、いいですよ、じゃあマグロで、マグロで、マグロで、このマグロ、このマグロ、どっちかこのいいやつ、あ、いいのかな、うわ、なんで、うん、いいしょ、ね、これ、これね、これは少ないんだよ、横もピッて入れないと形よくなるんだよ、うまい、ああ。横入れればちゃんと立てなる、横ね、横も下の方、下の方を意識してさ、ご飯かわいいでしたな、うん、おいしい、俺が中ネタがね、うん、ネタいいのお前、これネタ最高だよ、でしょ、で横さ、これ横、はい、これ横、横がグッ横やるときもこの頭をこっちの指でグッと軽く押してやる、で今度軽く押さえてこうやってやって、こうこうやってひっくり返して、こうだから、こっちもこっちもひっくり返さったでしょ、うん、でこれ出てきない、これうまそうだな、ありがとうございます、転がるな転がります、ちょっと転がるないいだろ、このまな板の上にネタ乗っけて、うん、あ、おいおい、どんどん出てくる、転がる、お前何本食えるのまだ半分も食べてないだけどな、そうだ、まだまだ食えるね寿司屋やれば今日だけお客さん呼んで来たら、ね、喜んで食って帰ってねえか今昼の3時だからね天丼と同じ値段で1000円でいったら英語いいの何本で食える、うん、そうだ、はい、お、いいんじゃないですか、またな、素晴らしい、面白いでしょしっかり気に入っちゃって、おめめめめ、うん、うまい、今度、家でも大丈夫だな、今度は使わなくなっても手に、うん、で、ついてない、上手だもん、健康びっちりついてたもんな、うん、うまい、あるカインクラ、まあ、これ、うまいこれうまいなんでうまくなしたお前、上手じゃないの、サクサさんに、いやいやいや、めめめとかって言いながら、お前食べる専門で、食べる専門で、もう食べる専門だからっていう感じで、ロまあ、まあ、いっかとりあえず今日はこんなところで、まあ、あと余ったやつはお持ち帰り用に作って家で食べます、という感じで、皆さん、お、次は恵方巻き、恵方巻きね、まあ、もしかしたらその間になんかもう一回やるかもしれないけど、恵方巻きってまだまだでしょ、あ、確かにあれ2月3日もうだってもう2週間ぐらいかじゃあまた違うなんかやりましょう、やりましょう、はい、ということでよ、はい、職人用で終わるかい、はい、またねまたね